のこの古い建物が好き。おしゃれだよね。旧市街に、うん、かわいい。よかった。前行ったもんね。ね、スタッフの人がさ、うん、このケーキ持ってきてくれて、うん、ま、間違ってますよって言ったら、すごいスってさ、私のチャンネルを表示したスマホを出してさ、うん、置いてスタッフの人が去って帰ってくる。めちゃめちゃかっこいい事案が発生した。うん、これさ、サービスでつけてくれたの。サービスってことじゃない、多分。ね。うまい。この店人気なの？すごい並んでるね。並んでる。もう開店前から並んでる。この後食べに行こうよ。この後食べる。ここも有名な店だよ、すごい。なんだ、こっちもまたおしゃれだね。人気店だからさ、もうテーブル席が埋まってて、うん、そうそうそう、カウンターなら空いてたから、うん、カウンターに通してもらった。すごいね、さっき開店したばっかりなのにさ、そう、もう予約バーってなってる。行きます。はい、今度こそ行くよ。いただきます。うまっ。美味しいよね。なんかさ、これ中のお肉なんだろう。これダックです。あ、ダック。あ、ダックです。あんま食ったことないワンタン。そうそうそう、なんか初めて食べるワンタンだなって思った。そう、ね、美味しい、ね、美味しそう。ほら、うわ、美味しそう。なんかね、これも新しい担々麺。初めて食べるよ。そう、辛さ全然なくて、うん、なんだろう、ナッツとかの甘み。あー、そういうの、うん、なんか、ジャージャー麺っぽい感じする。あ、どっちかといえばそうなんだ。どっちかといえばジャージャー麺っぽい。全然辛くない。うん、俺が大好きなやつだよ、これ。よかったね。子供のとき、それはお会計の時もらっちゃった。食べたことない。美味しいよ、めちゃめちゃ。そう、うん、美味しいでしょ。あれ、ヨーロッパみたい。本当だ。置き場あるよ。置き場でゆっくりする。うん、ゆっくりしよう、ね、ゆっくりしてから帰る。ここで日が暮れるのを見ようよ。ここのさ、路地バーのさ、うん、雰囲気良くない？雰囲気いい。タイの路地裏バーって感じ。ねー、ここめっちゃいい。いいよね。ここのバーめっちゃいい。やっぱ外いいね。いや、この時間涼しいしさ。うん。ほんとこの室内よりなんか外の感じが好き。うん、わかる。
みんなくつろいでるし、うん、ねー、ここいつもさ、白人のさお客さんだよね。そうだね、いつもいるの、うん、やっぱ白人の人って外好きじゃん。好き。基本外じゃん。うん、ここにでのんびりして暗くなるまで待とう、うん、暗くなったそういうのが好きだから。もう暗いけどね。もっとムートになるまで待つ。もっとここでのんびりしながら。いいね、いいよ。いやー、なんかこういうのんびり感、うん、時間がゆっくり過ぎる感じ、うん、そういうのってさ、うん、俺らが、うん、初めて退院した時に感じたような感じ方が、うん、そう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 、だからちょっとカオさんっぽいさ、うん、そう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 、カオさんっぽい感じ、ぽい空気を感じて惹かれるのかも。あ、そうだね、うん、路上っていうだけでね、うん、確かに言えてる。